キンプリ、スノーマン、ストーンズ、乃木坂46、カウントダウンジャパン音楽チャート、今週の第1位は、4月22日付。ジョージ・ウィリアムズ、安田霊がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、JA 全農カウントダウンジャパン、カウントダウンジャパン、毎週土曜13時から13時55分。4月22日、土曜日の放送では、JFN 各局のオンエア回数、CD セールス、Apple Music のウィークリーチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した、全国ナンバーワン FM ヒットチャート、トップ10、4月22日、土曜日月、を発表しました。3位、ジョアン、タイガー。先週の2位から1ランクダウン下向き矢印メンバーの大平翔生、大平、翔生、さんは、4月13日に23歳の誕生日を迎えたのと同時に、地元である京都府の文化観光大使に就任しました。2位、乃木坂46、人は夢を二度見る。先週の1位から1ランクダウン下向き矢印5月17日、水曜日、18日、木曜日には、斉藤飛鳥さんの卒業コンサートが東京ドームで開催されます。そして、今週の第1位は、1位、スピッツ、美しいヒレ、初登場で第1位、劇場版、名探偵コナン国鉄の魚影、サブマリンの主題歌。映画は、公開から3日間で興行収入31億円を突破。シリーズ歴代1位のロケットスタートを切っています。番組では他にも、ホーユーの福田雄太さんが登場。福田さん主演の舞台、コカミアットネットワークボリューム19、ウィングレス、翼を持たぬ天使、のお話などを伺いました。